ということで本日はチリ大作戦さんに取材させていただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。どうでしたか。どうでした。いやなんか自分の奥底にギャルが眠ってるっていうことを知れただけ良かったです、ね。だって今もちょっとブリッコしてたこうやってもお前自然ブリッコがねやっぱ寝て、はい、どうでしたでもバーってこう喋ってて、はい、いろいろ聞いてくださって、はい、でも、エオさんも結構ボケというか、はい、こう天然な感じで、うんうん、最後にMC 住んでやってるんですよ。びっくりしました、ね。あ、MC なんや。そう、仕切る側やったんやっていう。これもう2つできるすごいね。確かに。これはもう、いけるですからね。すごい。これはいいですよ。楽しかったです。はい、ありがとうございます。あっという間でした。なんか告知とかあれば、最後にお願いします。僕らは1月15日にですね、吉本漫才劇場で、単独ライブ、漫才の単独ライブをしますので、開演が21時となっておりますので、うんうん、ぜひぜひ皆さんお越しください。よろしくお願いします。ということで、チェリー大作戦さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。